玉境駅は、東京都町田市小山が、丘3丁目にある、京王電鉄相模原線の駅である。駅番号は、KO44。2018年現在、京王電鉄で最も新しい駅である。当時の京王帝都電鉄は、京王多摩センター駅橋本駅間の延伸に際し、吉木平駅、現、南大沢駅のみを設置することを計画していた。しかし、吉木平駅橋本駅間の線路経由ルートが900メートル程度、町田市内を通過することから、町田市は、町田市内駅設置を要望し、1983年1月14日、京王帝都と町田市の話し合いが行われた。この席上で、京王は、延伸時、中間駅は、吉木平駅のみ設置する。トンネル、現、南大沢トンネルを出たところに、土工区間があるが、この区域は、多摩ニュータウンの事業認可未了区域であり、この地に駅を設置するとなると、ニュータウン鉄道の新線建設という性格から、外れることから、京王側が350億円も支出しなければならない、ニュータウンの開発事業区域となれば、駅舎建設費15億円で済むことから、小山駅、玉境駅のことを指すの開設の可能性はあると表明し、場合によっては、駅開設もあり得るとした。これに対し、町田市は、1983年5月の町田市議会にて、鉄道事業者、京王の責任において、小山駅を設置すること。相模原線開業と同時に、小山駅を開設することという決議をするなどし、その後1985年5月30日、東京都南多摩開発計画会議にて、多摩ニュータウンの土地区画整理事業地区内の駅として開設が決定した。なお、町田市議会の決議では、路線開業と同時に駅開設となっていた。しかし、駅開設が南大沢駅橋本駅間延伸の翌年となっている。これは、京王では相模原線をニュータウン新線として建設したことに起因する。ニュータウン鉄道等整備事業費補助制度では、建設費の補助対象がニュータウン事業区域から出て一駅目までに限られおり、ニュータウン外にある当駅を最初から設置した場合、多摩境駅橋本駅間を補助金なしで建設するということになる。そのため、当初は当駅をあえて設置せずに、橋本駅まで一気に建設、開業させ、当駅は遅れての開設となった。多摩ニュータウンの境であること、東京都、多摩と神奈川県、相模の境であること、駅の近くに境川が流れていることから、多摩境となる。なお、当地は一時期、境村に属した。駅開設当時の所在地名の大字小山町から京王小山にすべき等と駅名決定まで揉めた経緯がある。その後、多摩ニュータウンにおける町田市域の土地区画整理事業地区としての町開きが割れた際、当該地の地名が小山が丘に改められた。相対式ホーム2面2線の地上駅で橋上駅舎を有する。南大沢よりは堀割になっており、南大沢トンネルに通じている。橋本よりは高架である。西口の広場には、星野篤作、地球断面森のスポットマイナスというモニュメントが設置されている。2011年9月頃より、駅改札の天井部に液晶モニターが設置された。これにより従来までは、改札を通りホームに降りてからしか確認できなかった。時刻表や運行情報などが改札前から確認できるようになった。改札外は構造上地下駅のようになっており、複数の出口が存在する。バスタクシーロータリーは B1、B2 出口が最寄りである。B2 出口には2017年4月にエレベーターが設置された。2017年度の1日平均乗降人員は 24,487 人である。開業から毎年利用客が増加しており、開設当時に比べ約10倍の利用者になっている。周辺街づくりの開発スタンスが土地区画整理事業のみで異なっており、大規模集合住宅が少ないことから、他の多摩ニュータウン内の駅に比べると、ゆっくりとした増加傾向を示している。駅税エリアには住宅だけではなく、米国流大規模量販店や、事業所団地、町田テクノパーク、教育施設等を取り込んで、多角的な開発が行われている。開業以来の乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。周辺は多摩ニュータウンの町田市域唯一の開発区域となっており、町田グランネットタウンの名称で東京都主導の土地区画整理事業が行われている。従来からの緑豊かな環境を保全しながら、住宅のほか、商業、業務、リクリエーション、教育、文化情報等の諸施設がバランスよく立地すべく、開発誘致が進んでいる。当駅を発着する路線バスは神奈川中央交通により運行されている。詳細は神奈川中央交通多摩営業所を参照。橋73系統は土休日のみ存在し、東帝流所始発である。ただし現地ではどの便が始発かは明記されていない。町60系統は1時間に1本のみの運行である。なお、最寄りの坂本橋バス停留所まで歩いて、東停留所を経由しない町30系統を利用することもできる。このほか、当駅バス停で降車扱いとなる、京王バス南の路線が乗り入れている。詳細は、京王バス南、南大沢営業所を参照。上記両路線とも、平日深夜のみ運行し、当駅バス停では乗車不可。いずれも2011年5月9日から多摩境駅に乗り入れ開始。NT01 系統は京王多摩センター駅終着の最終電車に接続。多摩センターから当駅までの運賃は720円。深夜急行バスは新宿駅と若葉台駅から乗車できる。新宿から当駅までの運賃は3100円。若葉台から当駅までの運賃は1550円。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。